鳥インフルエンザの感染対策のためバックヤードで飼育されていたアヒルや白鳥などの水鳥の展示が今日から再開しました。和歌山城公園動物園では今朝午前9時の開園を前に水鳥の展示エリア水禁園にアヒルや白鳥、オシドリなど水辺で暮らす6種類13羽が戻されました。動物園では去年11月に県内の別の施設で死んだアヒルから鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受けて感染対策として一部の鳥たちをバックヤードに移し展示を休止していました。およそ半年ぶりとなる屋外での展示は国の感染警戒レベルの引き下げを受けたもので、来園客との触れ合いイベントも近く再開させたいとしています。半年間ちょっと動物たち鳥が見れなかったんですけど、ようやく戻ってこれたんで、ぜひ元気な鳥たちの姿見に来てください。